はい、酒好きなも、元新潟人の飲酒動画です。今回は、こちら外国のビールですね。多分生ビールですね。ベックス。アルコール度数が、5%。容量が 330cc で、これが、いくらで売ってたっけな、なんか安かったんですよ。とにかく。賞味期限が、近いのかもしんないです。ちょっと賞味期限がわかんない。原材料、原産国名がドイツ。原材料が麦芽とホップ。です。ドイツビールか。意外と美味しいんじゃない？なんかね、多分賞味期限間近だからね、あれなんですよ。安く売ってた、100円ぐらいで売ってたんじゃないかな。ああ、2018年のね、10月までですね、これね、賞味期限がね。乾杯。ああ、なんか、甘いな。甘い。ベックス。ビールと。そこそこ、まあ、美味しいっちゃ美味しいんだけど。ちょっと、風味がちょっとあれですね。ちょっとだけなんか、変わった風味というか。まあ、外国のビールだからか、ちょっとなんか、風味が甘いんですね。なんか味っていうか、あんまり苦くはないんですけど、逆にむしろ、甘さが感じられる感じ。ベックス。瓶のタイプが一般的みたいです。癖のないオーソドックスな味わい。コクの強いドイツビールの中ではスッキリ系の、キレのある味わいで、どんな料理にも、よく合い、飲み飽きない。ただ、苦味がほとんどないですね。苦味がほとんどないですね。むしろ甘いぐらい。まあ、ちょっとこの甘みがちょっと気になるんだよな。ちょっと気にはなるんですが、ちなみに Amazon でも、売ってますね。この缶のやつが。24本入りで、なんと4744円。一缶あたり約200円で売ってます。高いです。1873年、ドイツのブレーメンで生まれたこのビールは、欧州で最も売れている AB インベブ社のビールであり、世界90カ国で販売されています。だって、そんなに、大してうめえというわけでもないんだ。まあ、ピルスナービールということで。別にまずくはねえんだけど。別に、コクとかもそんなにないし、なんか、まあ、さっぱりしてるはさっぱりしてる。かなと。あと気になったのがちょっと、口の中に入れてる状態でなんか、やけに発泡するというか、泡が発生します。なんか、きめの細かい泡が。泡は非常にきめ細かいですね。
俺あんまりビールの泡は好きじゃないんで、あれですけど。なんかこう、喉の方に泡が、泡々っとしたのが来るんですよ。なんか。まあ、ドイツのビールだと、個人的にはあれかな。バスペールエールかな。バスペールエールが多分あれですかね。ドイツのビール。バスペールエールは非常に好きなんですけど。多分あれですね。バスペールエール。ヨーロッパのビールだからあれか。ドイツか。イギリスですね。バスペールエールはイギリスです。ドイツではなかった。まあ、あれだよね。バスペールエールは本当に美味しい。やっぱ喉になんか来るな。泡が。泡あわーっとしたのが喉に来るんですよ。飲んだ時に。まあ、ドイツのビールって言うけど、ドイツではほとんど水代わりに飲まれてるみたいですからね、ビールをね。仕事中とか水代わりに飲むみたいです。うん。いわゆるビール工場で働いてる人って、水代わりにもうあれなんです、酒を飲むという、ビールを飲む。もうなんか醸造所とか、ビールの製造に携わってる人は、飲むらしいですからね。うん。なんか腹がいっぱいになるな、これ。なんか、胃の中があわあわって感じする。あわあわって。口の中からもうすでにあわあわって感じ。まあ、あんまり、別にそこまでうめえかって言われると、いや、別にって。普通グレーちゃうかな、これもな。まあやっぱり日本人はね、ジャパニーズピルスナーが好きなんです。っていう感じっすかね。コクはそんなにない。甘みは若干ある。香りは、そんなにない。2333です。ご視聴ありがとうございました。